シホニャンの天井座物語。はい、シホニャンです。いつもありがとうございます。今日は世の中にこんなことってあるのかという不思議なお話をしてみたいと思います。私たちは京都で大正時代の民家を借りていました。そのうちは2階建てのうちで、2階には一部屋しかありませんでしたが、下に和室、そして15畳の応接間、ここを音楽スタジオにしてました。そしてなんと茶室がついておりました。なんでもどこそこの銀行の頭取のおめかけさんのお家だったようです。私が東京であるパーティーにジャックさんというフランス人と知り合いました。彼は AFP 通信社という新聞社に勤めていました。日本語が大変お上手で、私とジャックさんが話しているうちに、ジャックさんがバケーションの間、2ヶ月京都で滞在できるお家を探しているとのことでした。私の家は広かったので、よかったら私の家に滞在していいですよと言いました。そしてジャックさんはやってきました。2ヶ月もバケーションが取れるってすごい会社ですよね。ジャックさんは茶室に暮らして京都のあちこちへと遊びに行っていました。そしてそのうち奥さんと娘も呼びたいということで、リリアンさんという奥さんとセシルという娘さんがやってきました。家族3人で茶室では狭いでしょうと言うと、いえいえここが一番いいんですということで、家族で3人で暮らしていました。ジャックさんの奥さんは日系3世ですが、日本語が話せないんです。そしてセシルちゃんは7歳で日本語がとても上手でした。私たちは本当にジャックさんの家族と仲良く暮らしていました。トンちゃんが料理をした次の日に、リリアンさんがじゃあ家庭料理のフランス料理をしますということで、お互いに料理し合ったりしてとても楽しい時を過ごしました。そして2ヶ月が過ぎて、リリアンさんとジャックさんは東京に帰っていきました。それから何年かしてジャックさんはフランスのパリに戻りました。ジャックさんたちが暮らしていた茶室の窓からお隣の小松さんというお家が見えていました。私はそこのお家の美智子さんという方ととても仲良くしていました。ある日、美智子さんのお家にトンちゃんと遊びに行くと、アメリカから妹さんが帰ってきてました。お茶を飲みながら、先日フランス人が私のお家に暮らしてたという話をしました。そして奥さんは日系三世のリリアンさんでこんな顔立ちでと言って話しました。すると妹さんがそれってリリアンギノザじゃないって言うんですね。私たちはいやいやそんな有名な人じゃないからと言いました。二人ともいやいやそれはリリアンに違いないというのです。ずいぶん昔にアメリカからリリアンさんという人が自分の家に遊びに来たというのです。まあ、世の中広いのでリリアンさんといっても同じ名前の違う人じゃないのとか思いながら話を聞いてました。妹さんがどうしてもジャックさんのところに電話をしてほしいというので国際電話をかけました。ジャックさんにリリアンと変わってほしいということでリリアンさんが電話口に出ました。リリアンさん、志保ですけど今ひで子さんという方と変わりますねと言って電話を変わりました。すると秀子さんは英語で何やら話をしてましたが、あのおとなしいリアンさんがすごい興奮して、ということでものすごくびっくりしてました。というのはこういうわけだったんです。リリアンさんはアメリカから日本に昔来たことがありました。そしてその時に一般家庭にお邪魔して大変よくしていただき、浴衣などももらったそうです。そのお家の名前は小松さんと言われました。リリアンさんは長年いつか小松さんにお会いしてお礼を言いたいと思っていました。そして私たちの家に泊まった時に小松さんのお宅に似てるなと思ったそうです。なぜなら私が借りていたお家と小松さんは同じ大工さんが建てたのです。そして私に小松さんという人を知らないかと聞いてみようかとも思ったそうです。ただ京都も広いので、まさか小松さんを知っているわけがないと思ってずっと黙っていたそうです。リリアンさんが2ヶ月近く暮らしていた私の茶室から見える小松家は、なんとリリアンさんが長年お会いしたいと思ってずっと願っていた小松ファミリーだったんです。
本当にこれはすごい奇跡のようなお話ですよね。それも私たちもいつもいつも小松家に入り浸ってるわけではなくて、たまたま遊びに行った時、それもアメリカから秀子さんが日本に帰ってきた時にちょうどリリアンさんが来たという話をしたのがきっかけでした。お世話になった小松家にお礼がしたいというリリアンさんの思いが天に届いたんですよね。私が東京の友達のお家のパーティーでジャックさんにお会いしなければ、この偶然な話はなかったわけですよね。よく世間は狭いと言いますよね。ある京大の先生が世間が狭いということを実証したことがありました。皆さんは無作為に選ばれた、例えば福岡県の青島幸男さんという方に、自分のところから何人でその方にたどり着くと思いますか？例えばその青島さんという方を知らなくても、九州の誰かに青島さんを知らないかと尋ねてみることはできますよね。そうやってたどっていくと、なんと10人以内の方を通してその方にお会いすることができるそうなんです。全然知らない方と縁ができるのに、たった10人の人間の関係だけでそこにたどり着くってすごいことですよね。たどり着く相手の人間が有名人であればあるほど、そこに介する人数は少なくてたどり着けるそうです。その先生は世間は狭いということを証明してみせました。そういうことを実験すること自体もすごいと思いますけどね。はい、それではここで一曲お聴きください。NHK 美の回廊行くの中から、祝杯の歌。Thank you.
い、ありがとうございました。祝杯の歌お聞きいただきました。奇跡的な小松さんとリリアンさんの出会いのお話をさせていただきました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。にゃんにゃん。